どうも皆さん、こんにちは。私のまやかし、ダッチ蘇生して土雲龍です。さあ今回はですね、シムルグっていうね、新パックで登場したテーマについてご紹介していきたいと、思っておりまして、シムルグデッキまたやりました。運営さん、あれですよ、歯抜け実装ってやつです。キーカード一切よこさんと実装してきやがりましてですね、めちゃくちゃきついんですけど、なんとか頑張って純正シムルグの動き組んできたんで、やっていきたいなと思います。でシムルグどういうデッキかっていうと、アドバンス召喚に絡んだ効果をたくさん持っているまあデッキでございまして、例えばね、めっちゃ強いのはね、これダークネスシムルグっていうモンスターね。これ手札か墓地に存在している場合に、自分が闇か風のモンスターをアドバンス召喚に成功すると特殊召喚できるっていう、墓地からでも手札からでも、これめっちゃ強くて、結構アドバンス召喚するテーマだったら出張させれる、まあショッカーアドバンスしてこいつ出てくるとか、あと打天使、アドバンス召喚してこれ出てくるとか、あとヴァンパイアアドバンス召喚してこれ出てくるとか、なんかいろいろね、そのアドバンス召喚が絡むテーマであれば出張ができます。単体で使える効果で、このカードがモンスターゾーンにいると風としても扱うと、風闇みたいな感じで、魔法トラップカードの効果が発動すると、自分のフィールドの超持続火属性モンスター、自身でもいいけど、自身かもしくはなんか下級のモンスターでもいいけど、これリリースして、その発動を無効にして破壊する魔法トラップカードを無効にできると、これがなかなか強いと、制圧力的にね。でですね、下級モンスター、下級モンスターのシムルグは、まあ、今回はちなみにこのダークネスシムルグを出す方法はもうこいつです。その始祖神鳥シムルグっていうね、史上最強の鳥モンスター、こいつアドバンス召喚に成功すると、数属性モンスターのみをリリースして、アドバンス召喚に成功すると相手のフィールドのカードを2枚バウンスできるっていう、めちゃくちゃ強く持ってるんで、これで2枚バウンスした上でこいつを特殊召喚し2902体で殴るっていう、これがワンキルルート、今回のシムルグデッキをね。で、カキモンスターは、これが昇進鳥シムルグ、これエアーマンです。エアーマン。これシムルグカキモンスターっていうのは共通効果2番持ってて、2番は相手のフィールドの魔法トラップゾーンにカードが存在しない場合、特殊召喚できるよと、守備表示で。で、これ効果使うと鳥獣しか出さなくなるよっていう縛りがつきます。で、この、効果で特殊召喚してアドバンス召喚の素材を稼いで、まあ、出していくっていう、こういうモンスター出していくっていう、そういうデッキなんだけども、あのね、召喚権増やすカードがね、実装になってなくて、めちゃくちゃ辛いの。めっちゃ辛い。そのフィールドの方があるんだけど、シムルグって。これないとね、なかなかきついね。やってみたけど。で、じゃあどうするかっていうと、もうね、召喚権増やすしかない。強引に。そこでアライバルと、連撃の帝王っていう。これどっちも召喚権増やすカードなんですよ。なんで、この2枚を使って召喚権5に増やし、昇進鳥からのシムルグからの、始祖神鳥からの、ダークネスを決めていくっていう、そういうデッキやってますね。で、あとは相性がいいあのカードとして、ウィンダー、これ先行セットから風属性用意できるんで、これ始祖神鳥のアドバンス召喚の素材をゲットできるっていうのとか、あと単純にワンキル封じとかねできるし、あとはコケコッコ、これが結構強くて、割とね、ここちなみにその対戦内ではこれ数神鳥シムルグのところをこの四神鳥シムルグ入れてて、こんな感じになってると思うんだけど、まあ、これでもいいかな、こんな感じでもいいと思います多分。で、こういう感じになってて、で、要はこれ特殊召喚できるチューナーでじゃないですか。だからレベル合わせてこの辺のシンクロモンスターを出していったりとかできるんで、あと単純にアドバンス召喚の素材になれるっていうのがあるんで入れていますという感じですね。はい、ちょっとデッキレシピ完成形多分こんな感じでいいと思う。四神鳥ね、一体あるとブラロできるっていうのがあるから、だから墓地送るカードそんな強くないかもしれないけど、ただこれも落とせるんですよ。この四神鳥シムルグっていうのはシムルグカードをオロマイできるんですよね。まあオロマイっていうか、まあ、オロガの服装もできる、オロマイプラスオロガの服装みたいなのもできるんで、これでまあ状況に合わせてシムルグカードを墓地落としていけるっていう感じの使い方していただければなというふうに思ってます。はい、ということで早速ね、純正と言っていいと思うんだよね、これ純正シムルグリンクス流やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、20代くんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いえ、高校はいえ、うん、ちょっと微妙だな。これスキルマジでちょっとわかんないのでスキルちょっとね、どれ何にすればいいか全然わかんないんですけど、なんかいい感じのスキルだったら皆さん教えてください。シムルグのスキル何にすればいいか問題ってよくわからない。なんか迷ったら絆の力にしろっておばあちゃんが言ってた。さあネオスフュージョンの効果を発動し、エロメンタルヒーロー誰とでもネオスと、チェンジャーね、はい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 、
ボーイズラブしてチェンジャーとネオスでブレイブしていく。でカード今日セット、なるほど。ドロー、始祖身長きた。ですね、1回小身長シムルグ発動していく。で小身長シムルグの効果によって、あーでもこれあれか、これワンチャンなんかアバヨとかでさ、コスト確保すればいいみたいな、その話なんかこれね。でもモンスターいないか、そうしてもそんなことしてもモンスターが用意できてないから、アドバンス召喚たまないんだよな。魔法トラップなんかなくさないといけないって結構辛いよね。その相手のフィールドゾーンのさ、魔法トラップゾーンのカードをなくさないといけないっていうのが謎の現象起きてるから、一回シムルグの来航していこう。今これ始祖身長切るしかないんだけどね、始祖身長切って、これ切るのが下級モンスターだったら結構強いっていう話はあるんだけどさ、長い。なんだこれ、何のカードだこれ。ダークネスシムルグ、ダークネスの方のシムルグさん来て、で小身長切った。アライバル、連撃アライバル結構強いと思うんだよこれ。これ連撃アライバルはなかなか強い。ちょっと考えまーす、ちょっと考えますね。これ単位の人意味なくて、だから連撃の帝王、連撃の帝王とアライバルをセットし、アライバルで小身長を出し、連撃の帝王で始祖身長出してる感じか。それができれば多分一番強いんだよな。でセットしていく。でアライバル、これプレイングめちゃくちゃむずいんだけどちょっとこのシムのルグデッキさ、これなんか意外とこれプレイングちょっとむずいんだけど、俺召喚権の管理結構大変なんだが、さあカードを、あコズミックサイクロンはつらい、ちょっとどっちもきつい、それはどちらもがなかなかにきつい。これさ、連撃の帝王ってさ、これチェーンしてしたら発動できるのかな。これモンスターって一体アドバンス召喚する、アドバンス召喚なんか意味があった、アドバンス召喚なんか意味があった、全然。さあエレメンタルヒーローネオスさんが大全体あと何体展開されるかっていう話もあるけど、ちょっと頼む10代ちょっと一回落ち着いてくれ、頼む一回落ち着いてくれ、頼む10代俺様にアドバンス召喚の素材を用意させてくれ。10代あ危ない、バトルフェイズはいい、バトルフェイズはいいか、いい、それはいい、それはいいぞ、それはいい、それはしょうがない、それはねしょうがない、それはしょうがない。2100のダメージ受けよ。出たら局所かなんか引けば、局所かなんか引けばワンチャンあるな。連携の手を発動して、でブレイブネオスの効果発動して OK。 さあ出ました、プラチナ隊特有のとりあえず思考時間めちゃくちゃ長いって、まあ、俺も長いけどエロメンタルヒーローでネオスージョン手札に加えていく。さあバトルフェイズでさ、何を考えてる。さあバトルフェイズ終了前、ライバルアライバルの効果を発動、ライバルをアライバルしていこう、ライバルをアライバルしていき、この効果によって、手札からモンスター1体を召喚できる。そして小身長シムルグを召喚し、小身長シムルグのモンスター効果発動、これによってシムルグのなんかいい感じのカードを手札に加えることができる。さあ なんだあのカードは、無限にチェーンがあるぞ、なんだあのカードは。最高持ってきて、でダークネス切って、火球持ってきて、これがダークネス、これ次のトップダークネスだったらマジキモいな、超キモいこと起きるけど、コケコッコか。雷光発動して、これだからレベル2個下げるしかないよね、もうね。雷光でレベル2個下げるしかないわ。ダークネスシムリグを切って、ダークネスシムリグと始祖身長持ってきて、でもあのカードマジでなんかわかんないけど、あのカード戻してワンキルとる俺は。待ってろ、始祖身長シムリグとダークネスの方のシムリグさんを持ってくるのに加え、そして墓地の雷光の効果を2回発動していく。2回発動してこのレベル下げてしかない。強引すぎる、あまりにも強引。エルブルズをください。さあシムルグの雷光の効果によって始祖身長のレベルを1個下げます。まずこいつなんでレベル8なんだよ、レベル7にしてくれ。で雷光の効果をもう1回発動していく。雷光の効果によってレベルをもう1個下げて、これでレベル6に強引にしていく。めちゃくちゃ強引、
あまりにも強引。そしてシソ神鳥シムルグをアドバンス召喚。シソ神鳥シムルグのモンスター効果発動。フィールドのカードを2枚まで選択し、そのカードを持ち主の手札に戻す。さらにダークネスシムルグのモンスター効果発動。数属性モンスターがアドバンス召喚に成功した場合、このカードは手札墓地から特殊召喚することができる。現れろスーパーシムルグムー。うおーうおー、決まっていく。これが一番かっこ、これ一番かっこやん、このムーブ。このムーブかっこよすぎでしょ。ドーンからのダイレクトアタック宣言でバトルステップ、ライバルアライバルぶち込んでいく。よし、いけ。ダークネスシムルグ B 対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、闇遊戯選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。スキルを発動し、これスキルマジでいらねえな、これスキルガチでいらんな。でシムルグ効果使っていく。で、これ下級シムルグ持ってきて、四神鳥シムルグからの、シムルグ雷光発動していく。で四神鳥シムルグからの四祖神鳥ダークネス、これ連撃あるんでね、これ連撃あるんで結構強いですよ。これやっぱ先行系だな、このデッキ先行系や。このデッキ完全に先行系。コズミックサイクロンは本当にブロック、コズミックサイクロンは本当にブロック。さあ、何デッキなんでしょうか。闇遊戯20何枚、これ23枚の方が多いな。アレイサー、オッケー。アレイサー召喚、アレイサー効果召喚枚数持ってくる。ちょっとですね、問題点ありましてですね、コキュートスマジやべえっていう問題がありましてですね、コキュートス出てくると本当にやばいんですよ。絆の近い人しかないか、じゃあ。これ、スキル絆の近い人しかない気がするな。さあ、カードを2枚セットしていく。カード2枚セットし、あれ、これ召喚魔術は打たないパターンですか。これ召喚魔術打たなくていいんですか。それもし僕のセットカードがフレンドリーファイヤーとかあった場合、結構そのセットしてから召喚魔術は割とプレミですよ。あれ、あ、いけますね、これね。これなんか普通にこれ召喚魔術打たないやつだ。これ来たぞ。バトルフェイズ連撃の帝王の効果発動。俺は手札に存在する始祖神鳥シムルグを相手ターンにアドバンス召喚。始祖神鳥シムルグのモンスター効果発動。フィールドの魔法トラップカード、またはモンスターを2枚まで選択し、相手の手札に戻すことができる。さらにアドバンス召喚に成功した場合、ダークレスシムルグは手札より特殊召喚できる。はっ、強すぎる。強い。相手ターン局所、相手ターンに局所来た。そしてではですね、始祖神鳥シムルグの他で1体リリースが少なくなってますんで、まず小神鳥シムルグを出し、そして小神鳥シムルグ1体をリリースし、アドバンス召喚始祖神鳥シムルグ効果ワンバウンバトルベース。強くないですか、シムルグで強いんですけど。皆さん見てますか、これがシムのルグデッキです。さあ、お相手の方、早乙女レイ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。スキルは発動しなくてよくて、これなんかあれだ なそこら人を回帰するためにアバヨとか、もしくは絆の力とか、そっち系でいいな、これ多分。なんかあれだわ、ただそれでいいわ、ただそれでいい、絆でいいかもしれない。もうもはやスキルがなかったら絆にしとけって言ってたから、誰か おばあちゃんが言ってた。さあ、レッドアイズフュージョンを発動し、レッドアイズとバンドラ、なかなかいいカード入ってんじゃん。バンドラね、城之内くんのなんかレベルマックス総集で確か打点2000あるんですけど、ダイレクトアタックできるっていうめちゃくちゃ強いモンスターですね。レベル5だけど、電撃の帝王者が、コケコッコ特殊召喚していく。で、四神鳥シムルグを召喚していく。さあ、まあ、これは、何らかの、あ、蘇生 OK、 蘇生はいい、蘇生は別にいい、はいはい、なるほど。蘇生しちゃっていいんですか、もうせめて聞き出せますけど。あ、でもまたあれか、レッドアイズ、あ、レッドアイズあるか。1回ブラックローズでぶちかましていく。
すべてを吹き飛ばしていく。冷たい炎がどうのこうの。ブラックローズドラゴン、ブラックローズガイルですべてを吹き飛ばし、レッドアイズリターンのレッドアイズの効果で確かなんか墓地からレッドアイズモンスターが特殊召喚されるみたいな、そんなような効果はありましたね。あ、いいですよ、よろしい、悪くないだろう。で墓地のこうしてでからのこうしてでこうしてバトルフェーズ入る、アライバル打つ、アライバル打っていく。そしてちょっとこれ始祖身長じゃなかったのがきついけど、これ2体リリースしてアドバン召喚してダークネス出していく、ぶん殴っていく、よし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 、これは勝った、これは完全に勝った、完全制圧、すげえ強引だけどねこの動きちょっと強くないですか。でもブラックローズで吹き飛ばした後に、なるほどね、ブラックボールレジェンドいいか、まあ、レッドアイス戻して手札に加える、どっちかしか使えませんからね、伝説の白い黒石の効果は、レッドアイス戻すか、もしくは出してレッドアイスを特殊召喚するか、どっちかしか使えないので今のところ多分大丈夫だとは思う。さあ早乙女レイ選手考えております。さあ伝説の黒石の効果発動し、レッドアイズをデッキに戻してそのカードを手札に戻すという効果、うん、まあそれはいいでしょう。 ただその効果は、どっちかしか使えませんので、アマゾネスの軽視めんどくさい、アマゾネスの軽視めんどくせえな、めんどくさいな、めんどくさいな。これは何持ってくればいいんだろう。局所いらねえ、局所絶望的にいいな、殴るしかないな、殴るしかねえ、殴るしかねえ。でも結構向こうも辛いと思うんだよな。でターン終了、ブラックオブレジェンド、ブラックオブレジェンドが、ブラックオブレジェンドがある、ブラックオブレジェンドは確かレッドアイズ何でも出せんだよな、デッキからなんか出てきてやばいモンスターいるか。レッドアイズブラックドラゴンしかねえだろう多分、レッドアイズブラックドラゴンしかないと思うんだよな多分。2400でしょ、2400は、うわタムケは強い、タムケってタムケンは強い。あとブラックドラゴン捨てる、ブラックドラゴンじゃねえや、黒石捨てる、でシム力やられる、それはもうなんか普通にやられていくしかない。横に並べておきたかった人生だった、横になんか活属性モンスターを並べておきたい人生ではあった。黒石、どんだけ黒石持ってる、どんだけ黒石持ってる。2400だから多分大丈夫、2500、大丈夫だ、2500大丈夫、生きる。え？